大宮道路奈良県奈良市三条王子4丁目。大宮道路は奈良県奈良市蓬来から同市三条王子5丁目に至る延長1890メートルの国道308号のバイパス道路である。大宮通りを拡幅、立体化し、菅原、蓬来間の渋滞解消を目標としている。大宮通りの近鉄貸原線古線橋から第二、半内有料道路。 放来ランプ手前までの区間に4車線の高架道路が続く。そして、高架道路の側道部分には4車線の平面道路が整備され三条菅原線と直結する。現在の道路を大宮通りの奈良方面から大阪方面へ走ると近鉄柏原線湖線橋を上がった地点で、高架道路と平面道路の分岐がある。高架道路はそのまま、 放来ランプ手前でまで伸びている。高架から一旦地上に降り左から平面道路が合流、そのまま旧半那道路へと進む。現時点では車線がボールで仕切られており、第二半那有料道路へは平面道路からしか入れず、高架道路からは半那道路にしか進入できない。ただし、第二半那有料道路から奈良方面へは高架道路、 平面道路どちらへも進むことができ、また、高架道路から、菅原ランプを経由して3条、菅原線への分岐も可能である。また、当初の計画では、平面8車線の予定であったが、渋滞緩和のため、4車線分を高架道路へ変更をしている。大宮道路第2半値有料道路、ありがとうございます。